よし、どうもこんにちは、スポックンゲームでございますということで、今回もウィニングレブンスノホ版の方やっていきましょうということで、今回ね、コインと GP がね、やっぱりね、選手を集めるためには必要です。そこでね、いろいろね、こう見てたらね、イベントというのがこの試合のとこにあるんですよね。じゃあもう一回戻りますね。このイベン試合という項目のところにイベントがあるじゃないですか。まあ、知ってる方多いと思うんですけどね、これをね、やっていくとね、どんどんコインと GP もらえるのが多くなっていくんですよ。なんで多分最初はこれやれっていうことなんじゃないのかな。そう、GP がどんどん増えていくんですよ、コインも。最後250コインもらえるんで、まあ、ガチャ1回分も引けるし、それまでのコインで2回ぐらいは引けると思うんでね。じゃあまずこれやっていこう。これ1回僕やってるんでね、これ2回目勝てば、まあコイン GP もらえる。まあここで稼いでいく感じかな、基本は、多分。まあ決勝ですね。で、僕ね、黒玉来てないんでね、チームがやばいです、正直。チーム銀だけっすね、僕。銀と白だけっす。まあラフィーニャと、誰だっけ。この、スレイマヌ・キャマラぐらいですね。まあ、銀で使えるのが。他全部白と銅なんで、まあ、そこもね、中心にしながらやっていかなきゃいけないところであるんですけど、アーセナル FC 対僕くんゲーム。これ実況解説で、ね、まだ入れてないですよね、確か。めっちゃむずくないですか、これっていうか、プレイ。これさ、カーソル。僕ね、これでやってるんですけど、やばい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 。皆さんってどっちの操作でやってますか？この、僕ベーシックって言って、このなんか普通のボタン操作でやってるんですけど、ね、タッチ操作でやったらめっちゃ難かったんですよね。いやー！むずいな、これ結構。試合僕まだ1試合しかやったことないんですけど、かなりむずくないですかこれ操作。もう結構リアルなんだよね。これ携帯でこれ再現してるのはマジですごいと思いますね。ただ異様に操作むずいからね、これ。カーソル、ボタンがさ、なんかさ、なんて言えばいいのかな。カーソルとプレスは一緒に押しづらいから、オッケーナイス！スレイマのキャメラ、いいね。スルーパス。スルーパスもう一回あるよ。シュート！イエス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 ！パフォーマンス！イエス！上にボールを放り投げました。これはね、中見えたんでね、スルーパス最後出して、フィニッシュですね。これいいんじゃない？このゴール結構。タックルでスライディングか。オッケー、ナイス。慣れてくると多分ボタンの感覚がみたいなのがわかるから。うわー、シュートむずいですよね結構。でもこれちょっとずつ慣れてきましたね。プレッシングはね結構かけていきたい、前線から。はい、カーソル、カーソル、ナイス。いや、神だね。めっちゃよくれ、つなぎが。トミーシルト。スルーパス結構通るんですよね。よーし！ビギナー、ビギナーちょっとやべえな、レベルが。さすがに。もう俺、スーパースターとかなったら多分絶対勝てない気するんだけど。でも結構ね、コメント欄でもね、メッシ当てたとか、ネイマール当たりましたとか、結構来とるんでね、いろんなコメント。すごいっすね、皆さん。リセマラしたんですか？リセマラしても、黒玉の確率 3% だから、結構きつくないですか？ハットトリック、GB もらいましたね。ハットトリック、ハットトリック、ハット、ハット、ハットトリック。で、これ最後でガチャ引きたいと思います。この試合終わったら。まあ、トップエージェントですけどね、スペシャルエージェントはコインが必要なんでね、なかなかゲットするのが難しいんで。でもこのイベントっていうやつを多分クリア、どんどんクリアしていったらコインももらえるの多くなるんで。あと確か木曜日限定とか金曜日限定とか、なんかその曜日限定の
なんだ、イベントみたいなのがあって、それ勝つとは経験値ももらえるんでね、ぜひぜひ、そちらの方もね、皆さんやってみてください。まあ、多分最初、レベル1の状態で全員のキャラね、排出されるんで、まあ、レベルがね、どんどん上げやすくなりますね、その、トレーニングコーチっていうやつ食わせれば。まあ、スペシャルコーチみたいなやつですね。ちょっと慣れてきましたね。スルーパスでもやるか。これでフラスル出せるんですよね。いやー。なんて言えばいいのかな。ちょっとスワイプするというか、上の方になんかこう、なんて言えばいいのかな。手をね、こうピュッてこう上に、ちょっとヒュッてやるとスルーパス上に上がります。普通にスルーパス押すと、普通のあれがいきますね。そう、丸パスも上にフリップしてあげると、ちょっと結構いいボール蹴ってくれるんでね。いや、シミルトン強いな。いや、すげえシュートだな。シュートじゃねえけどな、まず。シュートではないんごらんだけど。前半30なんでこれ余裕っすね。確かにビギナーは余裕か。まあ、次ね、の動画とかはオンライン戦とかやっていきたいと思うんですけど、これ結構むずいっすよね、皆さん。そうで、そう、みんな、さっきも言ったんですけど、皆さんがね、どういう操作でやってるか気になりますね。いやー、惜しいな。グランダークロスいいんじゃない？オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。神プレイ。神プレイではない。もう、普通にただただ相手がちょっと、何もできてないだけで。すげえな、でも携帯でこのクオリティ出すのって結構むずいと思うんですけどね。しかも選手の、顔とかも結構似せてるんで。僕使ってるこれ監督ね、アランベルっていう監督なんですけどね。神ボールだなぁ。スルーパスがいいですね、かなり。この絶妙なこのスルーパスの、なんていうの、強弱。パスのタイミングといい。いやー、今の選手誰だ？パス出した人ちょっとわかんないけど、いいですね。これで、スワイプしてあげると。はい。いやー、惜しい。今なんかスライドできたのできたね、今。そう、PS4 版でもあるんですけど、スライドするやつ。ちょっとだけカーソルをこうずらすと、今見ててください、ここ。ほら、これ、ニアコンみたいなの？ニアコンみたいなの発動できましたね。そうで、俺もね、まだね、ちょっと操作方法がね、おい！って、ちょっと、デスラしちゃった、今。操作方法が未だにちょっとよくわかってないんですけど、慣れたらでも面白いかもね、結構、意外と。最初なんか僕結構むずいんじゃないかなと思って、ニアコンみたいに触るのか、普通の通常の触りで。いやー、結構惜しかったけど。いやー、もうディフェンスが分かってきたわ、ちょっと。だってこれどこをしてもあれなるんでね、ちゃんと。はい、神。十字キーはどこをしてもなるんで、基本ね、ここっていう制限がないんで、選手移動はまあ左手でこう、僕の場合やってるんですけど、てか左手しかできないんだけどね、左手でこうやりながら、なんて言えばいいのかな、どこ押してもなるんですよね、基本。上押しても、上の左上押しても十字キー出るし、だからそこがないのが結構いいですね、そのボタンの制限というか。で、ないもん。イエス！中心逆シュート。もうこの辺になってくるともうあれ、お祭り騒ぎですね。点入れすぎてお祭り騒ぎだわ、ほんと。実戦の試合でさ、7点ぐらい入れちゃったらさ、もうさ、サポーター相手怒るよね、多分。アーセナルのお相手のサポーターは。オンライン戦がこれどんくらいできるのかが気になりますけどね。やばうまっ。家取れないんだけど。取れないんだけど。
いやー、マジで。ちょっとむずいっすね、これ。いや、マジ。プレスのタイミングを。いや、うまい。マニキーできねえの、これ。いやー、決められていく。まあ、まだ6点差あるんでね。 6点差はやばいな、さすがに。ちょっと下マップも見ながら、RR ちょっと待って、ボランチボランチ守備ボランチボランチ、カーソルチェンジは結構むずいんですよね、これ。ないでー、神だな。つけて落として縦パス入れるっていう感じかな。え、ミスった。スルーパスとシュート間違えた。ちょっと待って。オッケー、オッケー、オッケー。結構ダッシュボタンで守備するの大事やからな。そう、かっさらいできるからね。またミスった。めっちゃミスりますね、これ。ドリブルも結構ね、難しい、しかも。はい。ということでね、まあ、勝つことができました。これで、僕の場合、2000年、イベントを終えたんで、多分、報酬が来るはずなんですよね。で、これ、勝っていくとね、結構もらえますよ、いろいろ。やっぱ、GP が、お!本日の初勝利。あざっす。で、スカウトのやつももらえるんでね、試合したら。はい。ということで、クリアできました。チャレンジに、そういうことですね。そう、コインと GP もらいました。はい、ということでね、まあ、14,300あるんで、まあ、ガチャ引いていきましょうか、ちょっと一回。トップエージェントはね、やっぱフォワード欲しいよね。フォワード欲しいから、なんで皆さんもね、このイベントってやつ GP 溜まりやすいんで、ぜひぜひ貯めてみてください。あと、このアチーブメントってやつもね、どんどんクリアしていったらコインがもらえれちゃうんでね、受け取るみたいなのがあるんですよ、この。あれ?あれ?全部達成済み?これもしかして。達成済みだったー。ここから、あれをもらいます。そう、イベント報酬もらいます。さっきのね、試合の。あれ、2試合しないとダメなんでね、そこもちょっと注意ですね。よっしゃ、引くぜ!ガチャ。多分皆さんね、動画、試合動画飛ばしてガチャのとこだけ見てる方もいるかもしれないですけどね。ちょっと引いていきますよ。これさ、黒来る確率何パーなんだろうね。また3パーぐらい、これも。2.8! これ、あれですね。PS4 版と一緒ですね。ブラックボールが、来てくれよな。来てくれよな!うわぁ、敷き詰まってますね、やっぱり。ちょっと、どこら辺かな?どこら辺かなぁ。あー、金が来て欲しかったー、せめて。マテウス。なんとも言えんが。いやー、マジかー。まあ、そうですよね。そんな簡単に出るわけがない。はい、ということでね、ちょっと、あ、でもよろしく思ってんじゃん。あ、でもダーティングシューターミドルドリ。ダーティングシューターじゃねえや。ダーティングドリブラーはミドルシューターか。あー、でもまあ、スタメンには入りますね。多分自分の今のチームだったら。はい。あー、でも RWG かぶってなんとか、ま、キャマラとかぶってんな。まあ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 、多い。でもこいつ、前線結構できたんでね、左ウィングでも使っていきたいと思います。はい。ということで今回はね、この辺で動画終わって、また次回。まあ、オンライン戦やっていけたらやっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメントの方、ぜひぜひ、Twitter の方もフォロー、よろしくお願いします。イベントでね、コインと GP 貯めちゃおう。じゃあねー、バイバーイ、さよなら。